アン、FPS-117 は、アメリカ合衆国のロッキード・マーティン社が開発した三次元レーダー。原型であるアン、FPS-117 は、固定式であるが、下半式のアン、TPS-117、下半式改良型のアン、TPS-77 が派生している。RRP-117 を、収容するレドームニューヨーク州。 クリフィス空軍基地のローム航空開発センターは1977年よりシークイングル計画として予備研究を開始した。これはアラスカ航空軍団の航空警戒能力を近代化するためのものであった。1983年9月30日、ラドクはディスプレイとインディケーターの試験を完了し、これにより FPS-117 マイナスは1983年中に 作戦能力を獲得した。f p s 百十七は、北方警戒システムの主たるレーダーとなったほか、ベルリンテンペルホーフ国際空港で使われていた、アン、f p s 六十七の後継ともなった。また、九百九十九年から二千年にかけて、大規模なアップデートが行われた。本システムでは、フェーズドアレイアンテナが採用されており、レーダーアンテナ素子は、 半導体素子となっており300個が配置される。水平方向は機械回転式で回転速度は 6rpm となっている。使用周波数は L バンドであり3.4度2.7度のペンシルビームが形成される。18個のチャンネルにおいてランダムに周波数ホッピングを行うことができる。アメリカ軍以外にも2006年までに127機が輸出され、 下記の国々によって使用された。ありがとうございます。